ハニューの異例ワンマンショー、覚悟と情熱が詰まった壮大な舞台。フィギュアスケート界のスーパースターであるハニューゆずる、27、が、11月4日に横浜ピアーリーナ MM で行われた異例のワンマンショーに挑戦しました。このショーは、彼がプロに転校した後の初の公演であり、多くの覚悟と準備が詰まったものでした。ハブは演出からプログラムまで全て自ら手掛け、 三ヶ月半にわたる多忙な期間を過ごしました。この記事では、ハブの章への取り組みとその魅力について詳しく紹介します。会場を入りする羽生譲の姿には、彼の覚悟と決意が感じられました。彼は一人で車に乗り、別の車には母親が同乗していたと報じられました。これまでハブの章には常に母親が一緒にいましたが、今回は彼が一人で会場に向かったことが注目されました。この異例の行動は、 彼の成長と独立の象徴とも言えるのかもしれません。ショーが開始される数時間前、ハブのファンによって会場には数々のスタンド化や祝いのバルーンが届けられました。チケットは争奪戦となり、2日目の公演は全国の映画館で生中継されることになりました。このようなアイスショーのスケールは前例がなく、ハブの人気と魅力の証と言えるでしょう。ショーの開始と同時に、 観客は驚きの演出に出迎えられました。ハブはまず練習着姿で登場し、競技時の練習のようなジャンプを披露しました。通常、ショーでは練習の様子を見せることはありませんが、ハブは新鮮なアイデアを取り入れ、観客を驚かせました。その後、彼は生命の衣装に着替え、過去のメイプログラムに新しい曲も加えてスケートを披露しました。この90分間、観客はハブに集中し続け、 彼の魅力とスキルを存分に堪能することができました。ハブは9月に放送された NHKBS1 の番組で生命の振り付け師であるシェイ、リーン・ボーン氏との対談を行いました。この対談では、ハブは挑戦することの重要性について語っています。彼は挑戦していると自分の魂を感じることができます。そして生きていると感じることができますと述べました。ハブは常に新しい挑戦を求め、 成長し続けることでファンを魅了しています。波ユズるの異例のワンマンショーは、彼の覚悟と情熱が存分に詰まったものでした。彼は自らの力で演出を手掛け、練習と準備に多くの時間を費やしました。観客は彼の魅力に引き込まれ、彼が滑り出す瞬間から最後の瞬間まで、彼のスケーティングを楽しむことができました。ハブは常に新しい挑戦を追求し、成長し続けることで、 ファンに喜びと感動を与えています。羽生結弦のシるの賞は彼の人気と才能の証です。彼のこれからの挑戦にはますます期待が高まります。彼の魂のこもった縁には、スケート界とファンにとって永遠の思い出となるでしょう。羽生結弦るの輝きはまだ終わりません。彼の次なる挑戦がどのようなものになるのか、我々は待ち望んでいます。